私はそんな風には生きられない。誰がこの赤ちゃんを世話してくれるのもう少しゆっくり話していただけませんかどの規則にも願いがある。 相談はやめて。メガネを忘れてしまった。コーヒーに砂糖は入れないよ。今どこに住んでいますかこの新聞はただです。 トムは聖書を読んでいる。前からずっと富士山に登ってみたかったんだ。盲人に親切にしなさい。この近くには素敵なレストランがたくさんある。 高い冷蔵庫を見たことがない。私は少し熱がある。彼女のことが好きだ。彼らは夫婦だ。これ着てみて。お腹が減った。 先日泣けしたとおっしゃっていた傘は、見つかりましたか